挨拶変わった今日はどこに行くんですか？ミスドに。はい、ミスドに行きます。なんでミスドに行くかっていうと、昨日ね、しほちゃんがちょっと体育祭だったんですけど、なんと体育祭の途中でね、ちょっとね、具合悪くなっちゃって、軽いなんか熱中症みたいになってしまって、保健室行きだったんですよでなんとかね、まあ復活はしてるんですけど、今日はね、念のため部活もお休みさせてもらって、家で今ね多分ゴロゴロしてるんじゃないかということで、で朝ね、しーちゃんがね、ドーナツが食べたいってね言っててね、でりみちゃんがじゃあ買ってくるって言ってね、なんと姉のためにドーナツを買いに行きます。りみ偉い偉い優しいっていうか、地味も食べたいんだよねうまく便乗したねじゃあ買いに行きましょう。はい、買ってきました。ということでね、今から帰って、はい、しほちゃん届けましょう。おいしそうだね。はい、ということでね、お家に帰ってきて、しほちゃんの部屋にやってまいりました。りみちゃん、ですね、それだけドーナツ買ってきたよ、はいって渡して、どうぞ。全部食べないでね私のことだから多分全部食べれる。美味しそう。こんな感じで買ってきました。待って、これ全部いけるわさつまいも、しーちゃんはさつまいもと、黒糖のポンデリング。ポンデリング、しーちゃんが好きって言ってたやつを2つ買ってきました。はい、はい、じゃあちょっと1個ずつ食べてみる。私ね、ポンデリングはね、黒糖が好きなの、うん、でもね、ポンデリングは全種類好きだと思うポンデリングマスターだと思ってるから。ポンデリング大好きだよね。そう、逆にさ、ポンデリングしか食べなくない？確かに。うん、美味しそう。これハロウィンのねやつです。美味しそう。しほちゃんは大好きな黒糖を食べます。どうしよう、はい、どうやって食べる？普通にさ、かじっちゃいなよ。そこめくって、めくれない、うま、あ、じゃあ伸ばす、いい、あ、そうだね。はい、ということで、しほちゃん大丈夫ですか？体調はもう完全に回復しました。回復した？よかった。多分熱中症。そうだね、うん。もう完全なる熱中症。もう帰ってきて家に寝てたけど、やっぱ顔がもう赤くて、もう熱持ってるなって感じで。で、もう氷で首とおでこ冷やしてね、クーラーの涼しい部屋でちょっと寝て、まあ、ちょっと塩入れた飲み物飲んで、二口ぐらい。でもやっぱ熱中症は、ポカリとかはほら、なんかよくみんな飲むけどさ、あれすごい甘いのが入ってて、逆にあんまり体に良くないらしいから、本当に天然の塩をね取るのがやっぱ人間は一番いいのよ、熱中症の時はね。天然でも、うん、なんかアクエリ飲みなとか言われて、アクエリ出されて。あ、そうなんだ。飲んだ、最初今日ヒッタン、うん、アクエリ飲む、大丈夫です。ただでも飲んどきなよ飲んだんだ少し。でも保健室にちゃんとアクエリとか用意してあるんだね。そう、すごいね。やっぱさすがに。紙コップにアクエリ入れてもらって、うん、優しい。ちょっともう座って、うん、写真写りたか。ねえ、ちょっと最後の集合写真だけね、しょうちゃんちょっと写れなくて、体調悪くて。まあでも1年生だからね、いいよいいよ、しょうがない。もうこれも思い出の一つ。美味しいですか？念願、念願というか食べたいって言ってたドーナツをね、しおちゃんのため、今日はしおちゃんはお外には一歩も出ないので、ね、今日は休業日です。休業日、今日だからお風呂入って、そう、ちょっとゲームして、うん、寝てました。はい、寝てました。もう部活の時間はね、もう寝てました。部活休んでる身なのでね、ちゃんと休養しないといけないので、みんなが部活やってる時間寝てましたね。ちゃんとしっかりと休養をとって、さすがにちょっと昨日の
もう夕方の出来事の今日なので、さすがに今日はちょっとね、部活はまあ無理していけばいけたんだろうけど、でもそこは無理するところじゃないなと思ったので、今日はねお休みさせていただきました。しゃぶしゃぶ食べたい。しゃぶしゃぶ本当は昨日あのしーちゃんが運動会だったから、終わった後しゃぶしゃぶを家族でたあの食べに行くっていうことで予約までしてたんですよ。だけど翔ちゃんが急に夕方いきなり具合悪くて、もう歩いて帰れないっていう話になったので、急遽ねみんなで迎えにっていうか、ママはもともとも学校でちょっと見てたからいたんだけど、でね結局しゃぶしゃぶも行けず、まあ、今日もねこんなんだからお家でのんびり、まあ、食べるんですけど、まあまたね元気になったら行きましょう。いつでもね行けるしね、しゃぶしゃぶね好きだからね。聞いてた。今度はリミちゃんの運動会がね、もうすぐ。はい。美味しかった？美味しかった。よかったです。リミちゃんよかったね、買いに行って。しおちゃん喜んでくれてるよ。食べ物で釣れる女。確かに。食べ物で釣れる女ね。うん、いいことだ。いや、よく食べる子の方がね、いいよ、やっぱり。気持ちがいいです、ね、今日も納豆巻きとご飯食べました。そう、なんか食欲はバッチリあってね、起きてきてからもうお腹すいたっつってね。でも昨日の夜も納豆巻き、うん、そう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 、あの、うん、売ってるやつ市販で全部と、うん、あと刺身食べて、そうね、あと梨とみかんとぶどう、いっぱい食べてる。ビタミンを取ってね、で朝はちゃんとね、あのお味噌汁とかサラダとか、うん、ちゃんと日本食っぽい和食をしっかり取って、お寿司、お寿司はお寿司は食べてないけど、お刺身ね、刺身をちょっと食べましたね。美味しかった。美味しかったね。でその後に、うん、アイスのシュークリームだった。そう。でまたこれドーナツって言ってね、もう食べまくってますけど、まあ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 。食べて寝てたんだけど。うん、まあしょうがないしょうがない。まあ昨日ねずっと外でね動いてたからね、まあいいでしょうこういう日もあってね。はい。もう手振られてるけど。最後リミちゃんだよ。バイバイ。バイバイ。ゆるい。